皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンニャス速報のお時間です。9月15日、金曜日もウォンニャスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。ウォンニャス速報の後は、気になる韓国経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンニャス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンニャス速報、開幕は 1328.43。午前中は、フルボッコで午後から、換金法。では、記事の突っ込みを見ていくわ。韓国証券市場、気がつけば、今週も金曜日ということで。なんか、一週間が、あっという間に過ぎたという感じであるわ。一言言えば、とても暑かった。いや、今でも暑いんですけど。しかし、9月も半月経過してもこの暑さ。全くどうかにしてほしいものである。さて、そんな中、重要な金融イベントがあった。米 CPI に続き、欧州中央銀行の理事会が開かれたのだ。その結果をお伝えしよう。欧州中央銀行 ECB は1月4日の理事会で、主要政策金利を 0.25% 幅引き上げ、4.50% にすると決めた。利上げは昨年7月以来、10会合連続。物価上昇率が ECB の目標とする 2% を大きく上回っているため、利上げを続けてインフレ抑制を図る。これまでの利上げの影響でユーロ圏20カ国の経済は減速している。そのため市場では、今回は利上げを一旦止めるとの見方もあったが、ECB はインフレ対策を優先した形だ。ECB は他の政策金利も同様に引き上げる。民間銀行が ECB にお金を預ける際の金利は 4.0% となり、1999年のユーロ導入以来、最も高くなる。このように、やはり利上げということになった。これで10会合連続。金利は 4.5% だ。これでインフレが収まるのか。結局、アメリカもそうだが、欧州も来年が山場になってきてるな。では、日経平均を見ていこう。日経平均株価は 33,533円09銭。プラス364円99銭。トピックスは 2428.23。プラス 22.81 ポイント。このように昨日に引き続き、日経白上げである。すごいな。3万4000円が見えてきたぞ。あと、ナスダックにイギリス大手半導体のアームが上場したことを受けてソフトバンクも上がっている。このように日経は上がっているが、ウォンはどうなのか。早速見ていこう。開幕は 1328.43。では、チャートをどうぞ。今回も録画したチャートを貼るわよ。スタートは1328。ここからウォンは下がっていき。1330ウォン。つまり、注意のハンバーガーを食べるシーンに到達。しかし、それを許さない換金が11時頃に大規模介入だ。ドーン。1330ウォンから1327ウォンまで押し上げる。もう、次期、FOMC もあるので、なんとかウォンを上げておきたいってところか。それから、両者は読み合いとなる。12時頃に1327ウォン。ここから、狭い範囲で打ち合いとなり、このまま続くかと思えば、換銀は、14時前に換銀法を打ち込んでいく。ドーン。しかし、これは跳ね返される。結局、最後はどうなったのか。結果は 1325.9。0.2 ウォン安。ほとんど昨日と変わらずである。ツッコミは以上。今日の結果を読むわよ。2023年9月15日の韓国証券市場。コスダック指数 0.44 ポイント、下降 899.03、終わりね。総合株価指数 28.39 ポイント、上昇
26,201.28、終わり値。ウォンドル相場 0.2 ウォン安 1325.9、終わり値。投資主体別売買動向。個人が1兆1274億で売り、外国人が473億で買い、機関が1兆676億で買い。韓国債と社債の利回り。国債1年 3.645 プラス 0.012、 国債3年 3.850 プラス 0.014、 国債5年 3.881 プラス 0.018、 国債10年 3.928 プラス 0.011、 社債 AA 3年保証なし 4.608 プラス 0.012 プラス 0.014 プラス 0.020、CP91 日 4.0100。一種類の国民住宅5年 4.130 プラス 0.023。欧州銀行が利上げしたこともあり、少し金利は上がっているか。ドル円。朝の7時は 147.357。それから、上下に動くも円安傾向は変わらない。147円は厳しいと思うが、それでも148円もあるんじゃないか。17時半頃には 147.788 まで下がっている。気になるニュース。さて、まさかの尿素水不足の続報である。どうやら、韓国政府は、備蓄もあるから安心しろと言ってるが、韓国ではそうではないらしい。これは、第二の尿素水大乱が来るのか。2023年9月15日、韓国ノーカットニュースは、中国が7日に尿素水の原料となる尿素の輸出を中止したとの報道を受け、韓国内では再び尿素水不足現象が起こっていると伝えた。記事によると、韓国環境部は14日、尿素水の需給に関する記者会見で、現在の在庫に追加導入予定の分まで考えると、来年初旬までの十分な量の尿素と尿素水があると説明し、異常なしを宣言した。しかし、21年にディーゼル車やバス、貨物トラックの運行に重大な支障が出るほど、深刻な尿素水不足事態を経験した。中間商人やガソリンスタンド、貨物車ドライバーらの間では、尿素水買い占めの動きが見られ、尿素水の価格が上昇しているという。6日から12日に販売された尿素水の取引額と販売量は、前週8月30日から9月5日に比べて、それぞれ 1700%、1322% 増加した。記事は、現場の尿素水の需給には、何ら問題ないという。政府の発表とは、全く異なる様子だと指摘している。仁川大学消費学科の井上教授は、過去の尿素水不足事態時に辛い経験をした。消費者らが今後の尿素水の供給に不安を抱き、備蓄しておこうとしているものとみられるとし、不安心理により需要が増加し、価格が上昇していると説明した。ソウル市川区にあるガソリンスタンドの職員は、中国が尿素を輸出しないとの報道が出た後から、運送ドライバーらが尿素水を買いだめしようとしているとし、現在は供給業者からガソリンスタンドへの供給が止まっているため、常連客に1本ずつ販売し、他の客には品切れと告げていると明かしたという。このように韓国内では盛り上がってるようだ。なら、我々も盛り上げていきますか。ニュースは以上よ。本当、韓国って政府が信用されてないわね。まあ、あの悪夢を経験したら無理もないけど。でも、そうなると、政府は買い占め防止に動くのかしら。大変よね。鉄道ストライキもあるのに。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録もよろしくね。それでは次回。バイバイ。